竹井とりこ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日もですね、道頓堀ザダからお送りするわけなんですが、早速僕のネタを見てもらおうと思うんですが、その前に、年配の方は知ってると思いますが、宮川左近賞という、毎度皆様いうね、あの3人のトリオの、そして端にいてるのが、もう三味線の名手暁輝夫師匠、僕これね、田舎が同じ徳島なんですけど、まあお亡くなりになられたんですけど、それの暁輝夫師匠のお弟子さんで、暁輝明君っていう、彼はまたね、今宮川左近賞を継いで3人でトリオでやってるんですが、そこで今日はですね、ピンで漫談をやるということで、見てください、どうぞ。いらっしゃい。つけたままでいいですか。取っとこうか。新年明けましょう、おめでとうございます。おめでとうございます。暁輝明君。そうでございます。ねえ、はい、今あの師匠が、まあ宮川左近賞の、そうです。あの暁輝夫師匠、三味線弾いてるね、うん。それのお弟子さんで。そうでございます。で、まあ輝夫師匠亡くなりはって、はい、今3人でやっ。てるね、みんな弟子トリオで、暁輝トリオとして弟子3人で、うんうん、兄弟子2人と僕とでやってます、うんうん、やってるんですよね、はい、どう3人でやってみてもう結構長いことやってるんじゃん。そうですね、もう5年は経ちますもんね、まあ、師匠亡くなっても7年ですから、うんうんうん、やってるんですけど、僕は言うたら列号3匹師匠の、おおおおおポジションで言うと長作師匠、なるほど、なるんですよ。あんま喋らないし、喋りたくもない。喋りたくないね。長作師匠もそう言うてたもん。っていうか、まあ、二人の中に入りたくはない。いや、まあ、これ見てたら嫌やけど、ね、入れ入れ、やばいな、ね、でも、あきらもここではあのピンでやったりとか、そうユニットで漫才やったりとか、そうです。今日はピンでやんねんな。今日ピンと、あとまあ鍋さんともやったりとかしながらでもね、うんうん、ありますけど、今日もピンで、うん、はい、久しぶりにピンはね、何喋ってるか分からないような時がある。楽しみにしております。ありがとうございます。今年の1年の抱負。抱負はもうとりあえず自分だけでも売れたいとトリオで売れろ。いやいや、もういや、もう先は見えたなと思いながらちょっとね、はい、なるほど。あのまあ兄さん方にはついていくのが怖いんです。いろいろあるやな。いろいろございましてもね、あのまあ一番上の兄弟子のね、うん、あの娘がいてるんですけど、うんうんうん、結婚したのも知らずに、子供生まれたのも知らずに、何も知らずにね、うちの真ん中の兄弟子は全部知っとったんですけどね、僕だけ何も知らなかった。えらいコンビのバランスやね。はい、だからまあまあいらんこかなと思って。いらんか、そんなことないと思います。今日はまあピンで、ピンでネタ楽しみにします。よろしくお願いします。はい、お願いします。 OK、 ありがとうございます。返事ございませんけど、大丈夫ですね。もうあれですか、初詣行きました。虫聞いてますよ。あ、どちらでもいいですわ。声で言ってください。地方の方が多いでしょう。多分ですけど。どない？あんな、何？普通でかく行った？行ってないの？大阪城は？いかんでか。もう来たんどこか。ね、あれでも初詣参拝の仕方で、まあ2礼2拍1礼ってありますけど、あれ最後の1礼の時に拝むんですか？治ってから拝むんですか？どっちですか？どちらでもいいと。好きにせえということです。じゃあ僕もモノマネします。見た目のブラックやつ小杉みたいな感じですけどね。あちら髪の毛ありますんでね。大丈夫ですよ。じゃあ行きましょう。サザエさんって見たことあります？ね、まあまああのあっちに引かれるようにしてください。各々自分を持ってください。サザエさん見たことあります？大丈夫ですね。サザエさんのオープニング、ね、
の歌の最後に玉出てきます。まだやってないんですか。じゃあ玉を今から言いますよ。バン、終わりました。こんなんが続きますんでね、よろしくお願いします。一刻不動さん、不和術、衛星中継の声が遅れてくるやつ、声が遅れて、こうやって来るよ、一応できるんだぞというね。あとはもうしょうがないですよ。あれ知ってる方、スターウォーズとか見たことあります？やめとこうか。見たことないやつやめとくよ。どっち見たことある？ない。じゃあやめます。じゃあこれ却下ということでね。ジブリは大丈夫ですかね。ジブリ、スタジオジブリの隣のトトロ、ね、のトトロがバス停からこう飛ぶとこあります？雨の日のビャーン飛んでいく。じゃあ行きましょう。ブーありがとうございます。紅の豚、すいません、豚で笑われてやっぱりかはやめてください。紅の豚の、ポルコ主人公、どうだよ、どうだ、どうだ、どうだ、今調べてみて、YouTube どうだよ、どうだ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 、もう今日から消してください。じゃあ続きまして、千と千尋の神隠し、これって大体わかります。湯婆婆にいてるね、部屋にいてる顔三つのおっさんわかります？あれの移動。はい、終わりましたよ。千尋がエレベーターに乗るときに、乗ってるときに後から乗ってくるお師匠様、わかります？大根みたいなやつね。行きましょう。ピン。はい、これも消しましょうか。最後になりました。顔なし。終わりました。金を渡すとこですよ。あげ、行きましょう。いやーね、なかなか彼はやっぱりね、あの着物着てね、出てるんかな。それで、まあ、まだ若いんですけどね、やっぱり師匠のなんかそういう芸もそうですけど、雰囲気を受け継いで、やっぱりあの なんかこう色気があるんですよね。なんか大衆演劇とかそういうのでちょっと花形でも全然いけるんちゃうかという、ああいうなんか昔ながらのその年配の方が楽しめれる芸を若い人がやってるっていうのは本当に少ない貴重な、あね、彼だと思います。さあ、それでは早速僕のネタを見てもらいましょう。今日はですね、矢沢永吉ネタをやりました。見てください、どうぞ。ファンクラブ会員番号1250番、竹井照彦で中、よろしくお願いします。皆さんもちろん去年矢沢永吉さんの武道館行ったよね。ちょっと聞いてみようか。矢沢永吉の武道館行ったっていう人手を挙げて。ファイ。あのさ、この状況俺はいいけど矢沢はどう言うかな。
皆さん、じゃあ今からね、俺矢沢永吉さんのコンサートの魅力をプレゼンするから、それ聞いたら絶対行きたいと思うから。やっぱり矢沢永吉さんの一番盛り上がる会場は武道館。48年前さ、俺が片隅で見てたの武道館で、ね、そしたらさ、ロンドンのバンド、イギリスのバンドがガチャガチャやってるわけ。なんで日本の武道館で日本のアーティストがやらないんだ。じゃあ俺がやってやるということで、今回で146回目の公演、わかった。日本で一番最初にロックの市民権を得たのが矢沢永吉の武道館のコンサート。コンサート会場行けばもう会場は大盛り上がり。エイちゃんコール、エイちゃん、エイちゃん、エイちゃんと。会場は真っ暗、シーン。ステージからドラムのスネアの音が始まる。スドン、スッタン、ストットン、スタタン、タタタタ、チャーン、チャーン。照明美化、炎、ドン、ドン、ドン。矢沢永吉がハーレーに乗って、ハーレー50台を引き連れて登場する。エイちゃんの登場の演出はいつも派手である。一番印象に残ってる登場の演出は、 SP ソニーがまずステージに出てくる。そして周りを確認してトランシーバーで OK です。そしたら矢沢永吉が SP5 人に囲まれて出てくる。周りの SP はこんな感じよ。矢沢永吉さん、あなたは誰に命を狙われてるの？ファンは誰もそんなこと言わない。エイちゃん最高。そして矢沢永吉、これ本当よ、何年か前ね、俺矢沢永吉さんがプライベートで歩いてるの見たことあるの。この近くの通天閣がある町、これ本当よ、あの町行ったことある？行ってなかったらぜひ行ってください。あそこ漫画みたいな町やから、あの泥棒被害が一件もないのよ。何年かだ、全員の泥棒やから。本当よ、不思議なおっさんいっぱいおるから通天閣見上げて、お前が降りてこいって意味が分からない。本当にあそこの街、献血の車にチークレー言うてるおっさんいっぱいいてるんですよ。本当にあそこで矢沢永吉さんが一人で歩いてるんですよ。そこは SP つけろよと俺思ったんですけどね。話は武道館に戻します。5曲連チャンで歌った後、やっと MC です。皆さんようこそ。今から2時間日本の本当のロック紹介します。じゃあ他のは偽物かと。ファンは誰も言わない。エイちゃん最高、エイちゃん以外の CD は叩き割りますみたいなもんや。あのさ、この前ユーミンのコンサート行ったわけ。あ、NHK のドキュメントでね。そしたら NHK の人にインタビューされたわけ。矢沢さん、ユーミンはどうでした？あ、素晴らしかったよ。でもさ、ユーミンが見えないね。え、どういうことですか？ユーミンは演出に頼りすぎてるよ。演出が派手すぎる。俺矢沢はステージ何もいらない。だって矢沢永吉本人が演出だから。じゃあハーレー50台と SP は何やねんと。ファンは誰も言わない。エイちゃん最高、ワッキンロールに感謝しましょう。エイちゃん最高、筋肉に感謝しましょう。え、今のどういうこと？前はエイちゃん最高。コンサート終わったらもうファンが全員矢沢永吉もどきになってるのよ。もうこんな感じよ、こんな感じ。辛抱するのよ、こんな感じ。あ、俺絶対将来矢沢永吉みたいにビッグになったんねって言うてる70のじじいなんですよ。この動きが年相応やって。どうですか皆さん、今年の武道館矢沢永吉のコンサート絶対行ってくださいよね。行く気になったでしょ。俺はあいみょんのコンサート行きます。やるんじゃなかった。矢沢永吉興味ない人もこの世におるんやっていうのが今日痛感した。やっぱりね、興味あるとないとで受けが違うね。だから僕が今狙ってるのは、興味があろうが知ってようが知らなくても受けるネタを完成させたいんですよ。あのネタは諦めません。